非常にいい天気ですね。今まで笹歩きのためやってきましたけど、天気とそれから花とね、ぴったり合うのは今までの中でも最高じゃないかなと思ってまして、多分今日、花たちもね、たくさん綺麗に咲いてくれる。昨日東京から参りました須藤と申します。前に瀬川さんのすごくいい写真を西和賀のすごい写真を見てずっとこの景色を見たかったので今日はいろいろなものが見れて本当に感動しました。岡山の橋本から来ました。今日は初めて自然観察会っていうものに参加させてもらったんですけど、なんか知らない草木がすごいいっぱいあってどんどん教えてもらってるうちにもう足の踏み場がなくなってしまってすごい感動でした。水場所もすごいもう全然視界に収まらなくてずっとキョロキョロしててすっごい綺麗でした。ありがとう。